皆さんこんにちは、谷口信輝です。今回はですね、こちらにあるテスラのモデル3なんですが、つい先日、発表になったばかりの、フルモデルチェンジをされたモデル3、ほやほやでございます。まだあんまりどこにも出てないんじゃないかなっていうモデル3でございます。どう変わったのかですね、お話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。テスラジャパンの大塚と申します。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さて大塚さん、はい、今回これは何が前のモデルと変わったんでしょうか。はい、まずはこのフロントフェイスですね、うん、今までは可愛らしいような丸いヘッドライトだったんですけど、はい、これはかなりシャープなデザインに変わりまして、ね、薄くなりましたね。そうですね、もうちょっと大きい丸でしたもんね。なんか、はい、はい、それに合わせてこのフロント形状が今までよりもさらに滑らかに、ここが、はい、はいはい、で、こちらはパフォーマンスグレードになりますので、はい、このあたりのエアインテークであったりスポイラー、このあたりが追加になっております。グレードによってここの見栄えは違うんですか。そうですね、バンパー形状が異なります。なるほど、はい、まあそれら踏まえて今までは空気抵抗値 CD 値が 0.23 だったんですが、うん、こちらは 0.22、 それによってさらに航続距離もちょっとだけ増えて5メーターぐらい。そうです、もうちょっと、もうちょっと増えました、はい、でこちらはパフォーマンスグレードになりますので専用ホイールですね。サイズは変わらないんですが、はい、まあ、デザインが変わってさらにこういったこの空気を、余計な空気を入れないっていうようなデザインになっておりまして、プラスチック系の素材が滑らかに空気を流すようなデザインになってます。なるほど、なるほど。こういうのがあると熱とか大丈夫なのかななんて思っちゃうじゃないですか、はい、普通の車好きは。でも結構回生ブレーキとかがあるからね、普段乗りだとまずブレーキとかほとんど使わないに等しいぐらい、はい、ワンペダルドライブでアクセル離すだけでうーんと止まっていくんで、ブレーキ本当使わないと思うんですよ。ただサーキットに来た場合どうなのかなっていう心配ありますよね、うんうんうん、でサスペンションですね、うん、このあたりもパフォーマンス専用の電子制御サスペンションになってますので、減衰量を調整する機構がプラスになってますので、うん、それは自分でピッピッピッってやるのか車がやってくれるのかは、タッチスクリーンでスポーツモードであったり標準、このあたりを選択できます。パフォーマンスではないスタンダードとかはそういう電子制御ダンパーがじゃないんだ。そうです、普通の、まあ、コイルサスペンションといいますか。他には、はい、ここら辺は変わってない。そうですね、はいはい、でさらにこのリア周りですね、はい、このカーボンスポイラーと、うん、あとはこちらが今回パフォーマンス専用バッジ、あ、これがついたらもうパフォーマンスだとすぐ分かると。はい、何がイメージされてるんでしょう。こうすごい速度が速くなってくるとこう周りがこう流れて見えるというようなのが、うんうんうん、あのデザインテストになってますね。テールはなんか変わりましたよね。テールもこれはモデル3全体で変わってますが、はい、今までであれば、まあ、この辺りでリアトランクハッチと、セットでこう途切れるようなデザインだったんですけど、うん、それが一つのデザインに。他にはあとこのスポイラー、はい、スポイラー、はい、リアは下は石、こちらもパフォーマンス専用の、パフォーマンス専用、はい、まあ、つまりパフォーマンスが見た目がかっこいいってことですね。そうです、一番はそこですね。ついでにトランクの中見てみましょうか。もう広いですね。はい、めちゃくちゃ広い。ゴルフバッグも余裕で入りますね。入ります、素晴らしい。でさらにサブウーハーの場所なんかがちょっと変わりまして、サブウーハー、はい、このサイドのポケットが広くなってますね。あ、なるほど、はい、荷室のリットル数が稼げてるわけですね、はい、さあ続きまして、はい、室内、車内の方へ行ってみましょう。まあ、ここら辺は変わらないですね、何もね、はい、シートが、はい、こちらパフォーマンス専用の、パフォーマンスシートになっております。なんか、ね、脇のサポートと、はい、もものサポートが結構大胆に、そうですね、ついてますね、はい、あとはベンチレーション、うん、ようやく欲しかったよね、はい、椅子からスースー空気がスースー欲しかったよね、はい、あのヒーターは前からあったけど、はい、スースーなかったもんね。そうですね、じゃあちょっと中行ってみましょう。さあ今回何か変わったことを教えてください。はい、まあ、このパフォーマンスに限らずですが、このあたりのユーザーインターフェースが今までよりも大きくなって、今まではまあこういった画面だったんですけど、はい、このあたりが、ほうほう、おお、そもそもまずテスラを知らない人に、はい、こうまず
カードキーだよね。あ、携帯か。携帯を登録しなかったらカードキーをここに、ここに置くのか。こちらのモデルから、こちらが鍵になっていまして、これをここにペタンと置けば、はい、一旦エンジンをかけるじゃないですけど、システムをオンにするときにここにあれば大丈夫なので、その後はあの、なるほど、大丈夫です。じゃあちょっとまあ基本のところですけど、まあ、この右側の車マークを押していただくと、まあ、今まで通りこう各種設定画面に入ってきます、はいはい、メニュー的なですね、はいはい、で今回は特にパフォーマンスなどのこのダイナミクス、はい、ここで加速のモードであったり、でこちらが例のサスペンションですね。インセインっていうのはこれが一番速い、速い、まあ、馬鹿げた加速みたいなモードですね。なるほど、はい、あとはステアリング、ハンドルの重さであったり、この下にまあトラックモードあたりが、うんうん、この後僕がここ、はい、走るじゃないですか、はい、そういう場合はまずこれがこう、はい、であとは、あとはまあ乗り心地、これはまあ選んでいただいて、それはスポーツですよね、はい、にするとよりダイレクトな走行ができますね、はい、トラクションコントロールみたいなのはないもんね。それはこのトラックモードですね、はい、触れないじゃんこれ。システムをオンにしないといけないので、一旦このままブレーキペダル踏んでいただいて、はいはい、これで設定ができます。トラックモード、はい、トラックモード、はい、そうすると、ハンドリングと、あと回生ブレーキの量と、あとスタビリティのところを、他に新しくなった、はい、そして操作がですね、はい、今までよりもちょっと分かりやすく表現しておりまして、うん、こちらシートベルトを装着してください。はい、装着、はい、ブレーキをブレーキ踏んで、はい、でこれでもうリバースに入っています。リバース、はい、なんでリバースというのは、今前が前方がいけないから自動的にリバースに入りました。お前どうせバックするだろうってこと、はい、あの前が、あの見通しがいいところであれば自動的にドライブに入って、うん、そのままアクセル踏めば、そうすごい、それを変えるのはこれ。そうです、これを上にこうすれば、あ、これでパーキングですね。でもう一回上に、はい、で、あとパーキングにする方法ですが、はい、もう簡単です。シートベルトを外すこれだけです。お、はい、なるほど。なのでこのタッチスクリーンの操作っていうのはもう最小限で済むように、はい、設計されています。あとは今までみたいにこうアプリがさらにどんどん増えてまして、はい、ズームのミーティングがこのモニターで、おー、なるほど、ここのカメラを使ってできたりとか。なるほど、はい。でも走行中に見れないんだもんね、 YouTube とか動画は。そうですね、はい、ただですね、このモデル3からリアモニターが搭載しまして、見れるんだ。これもまあ走行中よ、はい、走行中も後部座席の方は見れる、はい、動画を。素晴らしい。じゃあね、このフルモデルチェンジしたモデル3で袖ヶ浦でどんな感じなのか、あと今日今30度ですけども、9時でなんか34、5度になるという噂ですが、それで大体何秒ぐらいなのか走ってみたいと思います。さあ、テスラのモデル3です。おー、はい、この踏んだところ、おー、速え。無音で速い。490ニュートン、トルクお化けですね。で、オールホイールドライブなので、まあ、とにかくトラクションがいいというか蹴りがいいというかね、速っ。でね、電子制御も賢いから全くあんまり介入してる感がないのと、グワッグワッとかっていう風に入るわけでもないし、あ、 ABS はやっぱちょっとカンカンって入るな。うー、速え。さあ、ストレート何キロ出るでしょうか。170ちょっとでもう
とりあえずブレーキがどれぐらい開けるか分かんないから手前から踏みましたが、足はね、なんかとっても滑らかにマイルドって、でね、すごく挙動が穏やかで、まあ、見てもらったら分かると思うけど、ちょっとね、タイヤが倒れ込む感じがありますが、おお、いいね、いいね。やっぱね、減速には距離が要するけど、とにかく立ち上がりがすごく速い、やっぱり。性能低下だって、ブレーキが厚くなったと。確かに温度がもう前後ともに温度がすごい。休みましょう。前のモデル3より足がとってもいい感じ、いい仕事してる感じ。前の方がちょっとやっぱ硬い、突っ張る感じだったりとかしたけど、穏やか、挙動が怖そうな挙動が出ないですね。ただね、やっぱり重さがあるんで、減速距離だけはそれなりにかかります。だからブレーキを詰めようというよりは、しっかり、まあ、減速して立ち上がり重視がいいね。立ち上がりの加速ビビるよ、本当に。とにかくこのトルク、加速のトルクがたまらないね。でテスラのシリーズの中でこれが一番、まあ、コンパクトで、まあ、あの乗用使いは一番しやすい車かなと。いや、でも結構このモデル3いいよ。モデル3でいいじゃんって感じ。さあ、こちらのね、テスラモデル3の、フルモデルチェンジ、早速乗ってみましたが、かなりね、前のモデルよりもなんかこうアップグレードした感じが見受けられます。で、今回サーキット走行をしましたが、まあ、普段街乗りではね、回生がかなり入るんで、フットブレーキを、使うことが少ないと思うんで、ブレーキ温度ってそんなに上がらないだろうと思うんですが、このサーキット走行になるとやはりここに蓋がついているのもあり、ブレーキ温度は割と早く上がりました。なのでサーキット走行する場合はこれなんか取りたい気がしますね。ということで今回はモデル3をですね、乗ってみましたが、次回、テスラさんからですね、特別な1台を用意していただきました。まだね、あんまり、お目にかかることも、乗ってる人も少ないと思いますし、なかなか面白い回だと思いますので、お楽しみに。テスラサイバートラック、どうしてこうなったら、何こういうデザインになるのと。重たいのよ、ドアがロックトゥロックで一周回らない。おお、すごい